3名から来ていただけているのかなと思います。やはりそれだけ関口先生のお話してくれることがヒントがいろいろ散りばめられているということだと思いますので、本日は少しでもヒントを持ち帰っていただいて明日の役に立っていただければなと思います。では、関口先生よろしくお願いいたします。はい、はい、先生なし。あ、先生なしですね。すいませんよろしくお願いします。それは右足です。一時間半ぐらい。一時間。はい。もう大丈夫です、ね。あ、いやいやでも。関口でございます。よろしくお願いします。ますますね、この辺こう知った顔がいるとですね、若干変な顔が出てきてます。まあ僕はまずちょっと自己紹介と言いますか。あ、そうそう。最初にですね、まあ。動画とか写真とかガンガン撮ってもらって構いませんので、バンバンアップしてもらって構いません。半券とかないのでガンガン広げていただければと思います。はい、ちょっと写真暗くてごめんなさい。僕はもともとその理美容教育出版という昔言ったらその理容時計とかそういう月刊誌を作っている会社にいまして、そこでその編集者として約16年間、お世話になってました。で最後6年ぐらいがですねサローナという雑誌を担当するようになりまして、まあタイトルの通り経営の分野、美容室美容室の経営の分野の専門誌なんですけども、まあ、経営というよりも販促看板作ったりとか今日出てくるチラシを巻いたりとか、そういった部分の雑誌をずっと担当してて、で、まあ、その時から、ね、池野さんとか新井さんとかお付き合いいただいてまして、池野さんの時は、ね、お母さんとお二人の頃からこうなんかいろいろ取材させてもらったりとかしててですね、でそんなこんなにずっとその業界誌をずっと作ってました。でその途中からですね、僕自身がやっぱ販促物が好きだっていうことに気づいたんですね。看板とかそういったなんか皆さんそれぞれ工夫していることがすごい好き でそっちのなんかこう勉強というか取材を兼ねながら、いろいろやってきたという形になります。これが今までやってきたことですね。で、まあ、今やってることっていうのがですね、理容師カフェというその理容室の理容室向けの経営講習会っていうのをやってます。経営講習会って言っちゃうとなんか堅苦しいから嫌なんで、美容師カフェという名前にしてもらって、で、まあ、ここはね、ほら、池野さんとかの、ね、この2人、すごい、100万夫婦、売上100万、売上100万、月間。で、まあ、この2人、こう、話してもらったり、池野さんにお話してもらったりですね。あとは、まあ、そうですね、この辺、71歳で独立した女性の理容師さんに、ゴーツさんって人がいるんですけど、で60歳で改装した野田さんですね。で50歳で独立した方で、ゴーツさんに限ってはその73歳で今度移転して改装して出店したっていう、70で独立かよっていう、そういうなんかこう50以上で頑張ってる人たちをこう取材させてもらったりとかですね、この辺はその理容師カフェデラックスっていうか3組の理容師夫婦、面白い理容師夫婦に出てもらってですね、まあ、公開取材というかちょっとなんか話してよって言うと嫌って言うんだけど、じゃあ取材ねって言うと、あ、いいよって言うんで、で僕が聞いて、でいろいろ面白いことやってるよっていうことをこうやりました。そこでまあいろんな情報共有して、で、あ、ここはさっき言った松野さんですね、一回やりました。休日増やしてですね、営業時間少なくして、お昼休みも作ったりとかして、要は労働時間を短くしたんだけど、売り上げはちゃんとキープする。でお父さんお母さん最初なんかブツブツ文句言ってたんだけど、今となってはお昼休みはあってよかったわねなんて、そんな話をしてもらいました。でここの佐々木さんと大湊さんはですね、まあ、オリジナルシャンプーを作って月間売上100万ボンってあげたっていう、まあ、正確に言うと12月の売上、12月にオリジナルシャンプー売ってで100万ボンって上乗せになった。3人でやってるお店の経営者ですね。ちっちゃいお店です。まあまあ何やったかというとニュースレターといってそのお客様に毎月その定期的にお手紙を情報誌を出していて、その過程でそのオリジナルシャンプーを作ります。
作ってます、で内容をこういうふうにします、いやあのずっと逐一その出来上がるまでの過程をニュースレターを通じて紹介していったら、お客様がちゃんと買う理由が分かったので買った。だから普通のお店なんだけどちゃんとやれば売上100万はポコって上がるんだなっていう、そういうやり方をずっとあの情報共有したいところですね。あ、鈴木さんはですね、塩釜ですね、宮城の、あの地震の時にですね、まあ、やっぱあのお店が動かなくなっちゃって、それを機にあの訪問利用についてちょっと本格的にやり始めて、で1年やり始めて1年後にですね、月間その100名お客様っていうんですか、訪問利用、あの1年後には100人になったっていう人がいて、2人でやってるのかなお店で、ちょうど塩釜からこっちに来るって言った時があるんで、その時に利用資格をやったってやつですね。鴨志田さんはあれですね、あの茨城の方で有名な方です。あの利用室 あのイメージが悪いっていうんで、で売り上げ下がったっていうんで、じゃあ美容室っぽくしようってやったら余計売り上げが下がって、でやばいっていうんで、もう一回利用っぽく戻ったら売り上げが無事回復した。赤ちゃん筆を、うん、突破口としてやってる方ですね。だ結構そのね、美容業界の方で売り上げ下がってるのはなんか利用のイメージが悪いからなんていう人もいると思うんだけど、いや実はそうじゃなくてっていう、単純にお店の方向性というか努力が違ってるだけなんだよねっていうのを教えてもらった人ですね。まあこんな感じでその利用資格っていうのをやらせてもらってます。で、あとですね、最近はですね、あの、あ、お疲れ様、あ、リストありますか。最近あの異業種とのコラボ企画っていうのをやってます。コラボっていうか連動というか、あの髪のお医者さんですね、髪の専門医、薄毛治療のお医者さんと僕たち美容室のコラボ企画をやってます。要は提携して、まあ、単純に言うと美容室のお客様の中で、そのあの AGA クリニックとか今 CM バンバンやってるじゃないですか。あれでその AGA 治療をしたいんだけど、いまいちちょっと印象が悪くて怪しいから、なんか行くとこないんだよねなんていうお客様がいたら、その提携先 あの薄毛治療の病院があるんで、そこを紹介して、で紹介料をいただくっていうのが基本的なパターンなんですね。ただその提携してるクリニックは、そのなんていうのかな、ちっちゃなクリニックで院長一人でやってるクリニックで、その CM とかあの宣伝広告費を出したくないっていうんですよ、ウェブとか変なので。その代わり美容室からの紹介で、うん、やっていけば、その宣伝広告費がちょっと安くなるんで、その分お客さん患者の治療費を安くするっていう、まあ、正当な価格でやるっていう形で今動いてるんですよね。そういったなんか企画を一緒にやってます。でこれがね、あのそういうことをやるとね、どうなるかっていうと、その一緒にやる美容室の人たちがまずは薄毛治療をするっていう流れになってるんですよ。で実際にこれ佐々木さんっていう方なんですけど、5ヶ月で前の方も生えてきた、こめかみのところですね。で皆さん多分もうお分かりだと思うんですけど、ま、前ってなかなか最後の方なんですよね、生えてくるの上からなんですよね。で前が生えてきたぞ5ヶ月で、おすげえすげえなって話になって、そんなことを今やってて、そしたら今度ですね、この髪のお医者さんがですね、独自に作ってるサプリ、薄毛予防っていうか薄毛治療の医療サプリですね、オリジナルで作ってて、で提携クリニック、提携してる美容室にじゃあ卸しますよって話になって、で今この提携してる美容室で髪のサプリを販売したりとか、そんな流れになってます。あとまあその薄毛治療のクリニックがですね、あのアンチエイジングのクリニックも実際やってまして、要はここだけ若返っていうか、その老化防止しても意味がないっていうことで、全身のアンチエイジング病院もやってて、それでその、うん、ポリフェノールが入ってるサプリ、これが結構面白い、あの血圧が下がったりとかですね、そういったなんかその、うん、とコレステロールがなんか数値が良くなったりとか、あの ポリフェノール、あとレスベラトロールっていうやつなんだけど、それをなんか1日400 450杯分のワインの効果があるっていうので、これもなんかそのまず血圧が下がるっていうんで、みんなざわざわしているっていう、これは多分お顔剃りの女性のお顔剃りのお客様とかなんかこう関連性があるんじゃないのかなっていうことになってます。今だから、うん、面白いなと思ってやってます、その異業種と一緒になんかやるっていう。
で、これも写真暗くてすみません。で、去年あたりからですね、僕その中央校出身なんですけども、中央理病専門学校、昔の中央理病専門学校です。それの、機関誌を、編集するようにもなりまして、で、今こんな感じで編集してます。昔 の、 その中央校出身の方だったら分かると思うんですけど、その機関誌セントラルというのはタブロイド版の新聞だったと思うんですけども、最近はちょっとリニューアルしまして、こんな感じで8ページ編集になってます。江野さん先生から引き継いでる。そうです、そうです。なんかなんとなく雰囲気一緒なんで、お前お前やれって言われまして、酒飲んでる時に、はいはいって言って、そんな感じなんです。で、あとですね、さっきお姉さんとの話もあったんですけども、これは仕事じゃないんですけども、趣味というかボランティアというか、きっかけはこれ、編集ソフトで作った、チャチというか、専門家がやったチラシじゃないんですけど、僕が文章とこの辺の原稿を打って、あと写真入れて作ったやつです。編集ソフトで作れます。で、これがちょうどあれかな、熊本地震ですか、の時に、なんか熊本ぐしゃってなったじゃないですか。で、その中でこういち早くそのなんか、水が通ってお湯が出るようになった、理容室、美容室、早野さんというその人のお店なんですけども、があって、で、Facebook つながりなんで、で、見てたら、その無料シャンプー、その地域の困ってる人、避難生活で頭が洗えないとかね、車中でずっと泊まりながらやってる人とかに、その無料シャンプーをやるなんてこう、Facebook で見てて、そしたら、そのなんかチラシとかあったらいいんだろうなと思って、作ったんですね、買って。で、出来上がって、これ使うんだったらどうぞあげますなんて、データ渡したら、もう印刷してくれまして、で、避難所にこうガンガン配り始めてですね。もう若い子がいっぱいいるお店だから良かったんですけど、その行列ができちゃったりですね、すごい、で、新聞まで出ちゃってね、地元のね、すごいことになっちゃったんだけど、そんな感じのことも時々やったりとかしてます。正直言って原稿と写真があれば、あとキャッチコピーつけるだけなんで、そんな難しいことじゃないんでね、そんなことはやってます。で、この辺が最近の千葉ですね、ご覧いただろう、さくら。山口さんというお店もやっぱ無料シャンプーやるよなんてやってたから、Facebook 上がったんで、で、写真とか借りて、じゃあチラシ作ったからあげるよなんて言ってあげて、で、それを、この写真をもとに、この素材でよければ作るんで、無料シャンプーやるって人で、なんか作ってほしい人、連絡くれたら作りますからって言って、今度、木更津ですね、草壁さんっていう方ですね。木更津の草壁さんから連絡あって、作ってくれって、じゃあ作りますって言って、こんな感じで。で、草壁さんのとこあんま大きくないお店なので、お客様限定で、水が出ない方はもう無料シャンプーしますよっていう、そういう内容のチラシですが、こんな感じもやってます。この時は、早野さんの時はなんかスタッフの人たちがですね、なんていうのかな、私たちもこういうボランティアができるんだっていうことで、なんか仕事に対する楽しさっていうのを再確認できましたなんていうことを言ってたんで、こういうのがなんか利用者さん、美容師さんたちのできるそのボランティアとか地域貢献なのかなっていうところに再認識できたチラシなのかななんて思ってます。で、今日これが本題ですね。チラシ作ってます。で、なんていうのかな、僕が話すっていうか情報共有したいことは誰かから聞いた話じゃなくて、僕が実際に経験したことで、その経験したことに対する結果が出て、その結果に対して自分なりに分析したっていうところを、共有できればなと思ってるんですね。で、ついこの間まではその潜入取材ネタがほとんどだったんですね。いろんなお店にこの新規のお客様になりすまして、髪切られに行って、そこで感じたこと、良かったサービスとか、そういった話をさせてもらったんですけど、最近はこっちのなんかチラシネタがですね、ちょっと面白くって、ここでの気づき
っていうのを紹介させてもらってます。それが今日ですね。で、まあ、あの美容師美容師専用の履歴書なんていうのを作って、まあ、書き込んだりとかしてまして、で、まあ、あの経歴というかさっきも出てきたその中央理病専門学校出身、まあ、当時はその中央理容専門学校ですね、高田馬場、基礎学校、まあ、1年2年で大学科と、で美容室で働いて理病出版で編集者として、2012年に一人でやるようになったという感じです。でこれはですね、あのあれですね、その池野さんとのさっきのスタッフ100万夫婦、売り上げ100万夫婦がの時の美容師カフェで人数が多かったんでアンケートを取らせてもらいました。でちょっと今回の内容とはずれるんですけども、関係ないんだけど、あの、まあ、まあいろんなとこ行った時にちょっとだけ説明させてもらってます。まあいっぱい来たんでアンケートというか、あのシールを貼ってもらったんです。みんなに シールを渡して、で売り上げが上がりました、売り上げが横ばいです、売り上げが下がりましたっていう、あのそこになんかシールを貼ってでなんかほら書いたりすると筆跡からしてなんか分かっちゃったりするかもしれないじゃない、うん、嫌だから、まあ、シール貼るぐらいだったら分かんないじゃん、誰が売り上げアップしたのかとかということで、あのシール渡した、あの貼ってもらったらこんな感じで売り上げアップが多くてですね、まあ、横ばいがそこそこで売り上げダウンっていうのが少ないと。でちょっと皆さんこれを見てこの結果を見て違和感を覚えてると思うかもしれないんだけど、売上アップして円グラフにしました。売上アップしたのが 62%、 約6割ですね。横ばいが 29% で要は3割で、売上ダウンが 9% で1割と、この数字を見て多分なんていうの、なんか講習会とかで聞く話とかで、なんか美容室の売上って売上下がってるのがほとんどなんじゃねえのなんて話が多分聞こえてきたりとかすると思うんですよね。でもこれ見てると違うじゃないですか。で皆さん多分聞いてる情報っていうのは大体こんな話ですよね。 60% のサロンが売上ダウンとか、これ NBBU 協会だから、あのパーマ液とかシャンプー作ってるメーカーさんのデータなので、美容室と美容室も含まれて売上 60% が下がってると、まあそれが大体普通なんじゃないの、よく聞く話だと思うんですよね。でなんか景気悪いけど頑張っていこうみたいな話のなんか雰囲気になってると思うんだけど、いや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 、僕はその美容師カフェとかに来てくれる、経営者の方、美容師さんはそういうなんかその時間とお金を使って勉強しに来てくれる方たちだけかもしれないけども、そういった人たちを見ると売上はちゃんと6割の人がアップしてるっていうことなんですよね。だからこっちのデータっていうのはもう本当なんかすごい数だと思うんですよ。勉強してる人もいるし、勉強してない人も、趣味が大好きな人もいるわけなんですよ。だからそうなると必然的にやっぱ売り上げ下がってると、業界的にも全体的に。ただちゃんとやればちゃんと売り上げは上がるっていうことなんですよ。だからちょっと僕は勘違いっていうか、なんかでね、その美容業界は売り上げが下がってるって聞いたときに、まあ、反論しなくてもいいんだけど、いや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 、ちゃんとやってるとこはちゃんとアップしてるんだよねっていう情報も一つ覚えておいていただければ悪くはないじゃないですか。だからやればちゃんとできるっていうことは僕はなんかいろんなところでこう伝えさせていただけたらいいなと思ってるんですね。だからイメージとか業界が悪いっていうのは言い訳なんだなっていうことなんですよね。でまあ本題開始です。でその中でですね、紙チラシを作って配布ポスティングですね、してお客様が集まったっていう話です。なんかチラシとか作ったことある方っています？あんま皆さん作ってないぐらいの感じ。ここまあまあまあこんなまあまあまあそうなんですよね。そう、なんか紙チラシってあんま皆さんも作らないんですよね。ポスティングもしないんですよね。なんでなんだろうなっていうのもちょっと触れていきたいと思います。でですね、まあ寺地さんというか宮地さんというか寺地さん夫婦ですね、宮地さん夫婦ですねが、
一生懸命ですね作ったチラシをですねポスティングしてくれました。ポスト郵便受けに入れてくれました。で、僕のその出版社の時代、リビュー出版にいた頃から一緒にやってるレイアウトっていうその、デザインというか担当してくれてる方が、まあまあこの子が結構上手くてセンスがあって、未だにちょっとお仕事でお付き合いさせてもらってて、もうレイアウトの担当者がですね細部にこだわってもらってですね、で制作編集者、これ私ですね、全体の構成流れとか考えて、あと原稿取材させてもらって原稿を打ちました。でこの3方向の人はですねそれぞれこうちょっとずつ自分の得意な分野を頑張ったっていうのが最終的な結果なんですね。でまあまあ初心者ですとほぼ理容室のチラシを作るのは。で結果から言うと、あそう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 、これがですね、寺地さんから Facebook のメッセージが来たんですね。チラシ作って納品し終わって、じゃああとポスティングねなんて言って、でしばらくしてからこうなんかメッセージが、まあ本当なんかこのメッセージからなんですよ。すべてはお疲れ様です。案内チラシの反響がいいですって来たんですよ。おおって言って、よかったよかった。で早速そのなんていうのかな。案内チラシを見たお客さんからの声とかもね教えてくれたんですけど、面白いのがチラシを見た人がまだお客さんじゃないんですって。お客さんじゃないんだけどチラシを見た人が他のお客さんにこのチラシを見ろっていう話で紹介されて、でそのお客さんが来たっていう、すげえなって話。その紹介なんていうの、来てない人から紹介されるっていうケースは初めてだったんで、おわっと思ってすごいすごいと思って、あとこの商店街のなんか皆さんからもなんかいいねって話になって盛り上がってるらしいんですね。であのなんていうのかな、それが多分ねデザイン力だと思うんですよ。たとえ紙チラシと言われる、いやいや皆さんもそうじゃないですか。皆さんが髪を皆さんが切った髪型と素人が切った髪型って全然違うわけじゃないですか。プロと素人じゃ。でそこはうちらプロなんでね、そのレイアウト担当者がですね、やっぱり、ね、細かい部分までこうバランスよく作っていただいたおかげで、そのお客さんは何がどういいのかっていうのは分かんないんだけど、まあデザインがいいものっていうものはよく直感的に分かるんですよね。バランスが良かったりとか配色のバランスが良かったりとか、そういうのやっぱ分かるっていうことなんですよね。だから正直言って素人が作った、素人っていうか専門家以外が作ったチラシを見た時にやっぱバランス悪いなっていうのはあるし、言わないけどね。でそれがおしゃれな美容、よくあるんですけど、おしゃれな美容室があって店頭にこうチラシがあったりとかするとやっぱ必然的に僕もらうんですよ。見たいから、勉強したいから。で見た時にすっごい残念な時っていっぱいあるんですよね。おしゃれ、外観とか内装にはすっごい金かけてるのに、なんでチラシに金かけないんだろうなっていう、もうそれで台無しっていうか、ああ、何このチラシのバランス感覚で OK なのね、じゃああなたのバランス感覚って大丈夫なのかな、髪型大丈夫っていうふうになっちゃうんですよね。だから、こうなんかこういうなんか一言あった時に、あ嬉しいなっていうのは正直ありました。でそれがこれですね。これ奥さんね。で A4 です。A4 カラー表と裏。で A4 サイズにした理由っていうのは特にないんですけど、まあまあ印刷コストが一番安いんで、まあ定型タイプというか、まあ単純にそれだけです。でカラーにモノクロじゃなくてカラーにした理由も、もうこのご時世その印刷コストでモノクロもカラーも関係ない、あんま違いがないんで、だったらカラーでいこうよって話になって、でこういった感じで作りました。でこれですね、寺地さんからですね、まあ反応率というか、来たのが61人新規のお客さんが来ましたって話になって、刷って印刷して、ポスティングしたのは1万枚です。なので61っていうのは単純にまあ 0.61% で、まあ 0.6 として
まあ、ちなみにその、チラシの紙チラシの平均反応率っていうのは専門家に聞いたところ、今その 0.1%、 昔は1000密って言われて1000枚配って 3人だから 0.3% だったんだけど、今は 0.1% に下がってますって話を聞いて、で例えば飲食のチラシとリビュー業界のチラシって根本違うじゃないですか。飲食のチラシっていうのは、なんていうのかな、これ見て今お腹いっぱいだけど明日になったらお腹空くから明日行けるわけでしょ。でもうちらの業界のヘアサロンのチラシっていうのはそれ見た時でも、いやまだ今行ってるとこあるしとか、まだ切ったばっかだしとか、いやお店変える気ないし、だからその見てすぐ反応があるっていう業界ではないんですよね。だから飲食とかすぐ反応が出るとこは 1% から 3% って言われてて、うちらみたいな業界は 0.1% っていうのが平均値の中での、テラスさんからの言葉で 0.6% って、だから6倍の結果になったんですよね。この辺からはなんか、お、なんか面白い面白いって話になってきて、で、まあ来なかったにもかかわらず、まあ、問い合わせがね、電話で7件直接来たのが2件とか、あとポスティングやってる時にもう声かけられたとかね、そういった反応がありましたっていうことで、あ、面白い面白いっていうことになってきました。で、まあさっきのね、反応率が 0.6% だから6倍、平均値がね、まあこれは事実として、まあ、なぜここまで伸びたのかっていうことを分析するのが僕の仕事なんですね。で、まあ一応考えてみたのが、同業他社、あの理容室ですねが、まあ、さっきもね、ちょっとほらやってる人いますかって言った時の反応と一緒で、まあまあ単純にほとんどやってないんですよね。単純に誰もが、みんながやってない、みんながやってないんだったら、やったらそれは反応出るんじゃないのっていうことなんですよね。まあ、俗にブルーオーシャン、ライバルがいないとかね、そういう感じですよ、単純にね。あともう一つが、本当ね、これね、なさそうであるんだけど、めんどくさい、作って配るのめんどくさいっていう人が、ね、多いんですよ。言わないけど、もう僕もなんとなく気持ちわかる。めんどくさいから先送り、結局やらない、単純に。何でもそうだと思うんですよね。チラシ作りに限らずさ、なんか集客のなんかやることにしても、なんかめんどくさいからね、ポップを作るとか置き看板を書くとか、みんなほらもう分かってるわけでしょ、そのやらなきゃいけないっていうのは。でも別にそこから行動に移らないっていうのは単純にめんどくさいっていうことがあるんじゃないのかなとは思ってます。それがいいか悪いか別としてね。で、あと効果がないんだよね、チラシは効果がないってこう断言する人がいるんだけど、まあまあまあそれはそれでいいんだけど、そう思っちゃっててやらないって人が結構多かったりするんですよね。いや、さっきの61名新規来てますからね、夫婦2人でね。だからまあ効果はあるんじゃねえなっていうことなんだよね、僕は思ってるのは。まあでも効果がないって思っちゃってる人はそれなりにやっぱ理由があると思うんだけど、まあまあそれはそれでいいと思う、別にそれでやらなくてもいいと思うし、でも僕はやったら効果が出たよってことなんですよね。で、あと案外多いのは、みんながやってないから俺もやらないっていう、そういうのも多いんじゃないのかなっていうのがなんとなく分かってきて、だから、その周りがやらないっていうことだけなんですよ、要は。単純にほら、なんか経営の教科書とかね見たら、大体何の教科書にも書いてあるわけですよね、他の経営者がやらないことをやれと。だから単純にそっこりですよね。あとね、もう2つ目がですね、まあポスティングねし続けてないっていう。だから1万枚まくっても結構ね、まあ、大変っちゃ大変なんだけど、結構皆さんね100とか200ぐらいで終わらせちゃうっていうことが多かったりとかして、いや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 、結構ねコツコツやっていかないと意味がないんじゃないのっていうことなんですよね。だから1回バッて撒いただけで終わりとか、そういった人も結構多かったりとかします。あとここ3つ目が、ちゃんと作ってないチラシを。で、なんとなくチラシのイメージってのが皆さんあって、なんとなくそんな感じで作ってて、で結果が出なくてへこんでやめると。
でそんな話を聞いてほら効果がないんだと思って勘違いしてみんながやってないからやらないっていう流れがあるのかななんていう気がしてるんですよね。まあこんなこと言うとちょっと上から目線になっちゃうかもしれないけど、ちゃんとしたチラシを見たことがないっていうことももしかしたらあるかもしれないですよね。なんか他の同業他のなんか割引のチラシばっか見て、ああこれがチラシなんだと思っちゃってる、誤解をされてる方ももしかしたらいるのかななんて思ったんです。あとまあチラシイコール割引提案なんじゃねえのっていう、その割引提案なんかしたくないしみたいな、いうことでチラシ作ってないって人が多いんじゃないのかななんていう気はしてます。実際うちの郵便受けにもう10年以上住んでるのかな、住んでるけど理容室でポスティングあったのは1回か2回ぐらいしかないんですね。やっぱやってないんだなっていうのはあります。でですね、その寺地さんからですね、まあその独立する前からちょっとご縁があって、なんかお店に遊びに行ったりとかしてて、でお店出すってことで、で関口ちょっと作ってみろとチラシを、ではい分かりましたって言って、でまあ作ろうと思った時に、まあ、どうしようかなと思ったのは、編集者なんでそのまあページを編集するイメージでちょっとチラシ作ってみようと思ったんですね。でその中でまあ寺地さんのお店を紹介するならどういうふうに紹介しようかなと思って、で、まあ、何をどのように伝えるかっていうのを考えていって、最終的にはまあ働く美容師夫婦寺地さん夫婦が身近に感じられればいいんだろうなっていうふうになったんですね。寺地さんのお店を紹介するときに、その雑誌でね紹介するときに寺地さんたちのことを紹介するのが編集者で、そこで雑誌で紹介するときにナンパオフとかって入れないわけなんで、だからまあ、雑誌感覚で作るようにしてみました。でそのさっき言ったレイアウト担当してくれた方に、そのまあ60何人今来てるらしいよっていうことを伝えたら、まあ、やっぱりその彼女もですね、やっぱなんかこう他のいろんなチラシを作ってって、その中で寺地さんと作った時のやっぱね、その人が大切なお店をやっぱ人を焦点に当てた方が効果的なんではないのとかね、その専門家なりにやっぱ言葉分析もしてもらってたんですよね。チラシを見て、まあ、すぐ行こうとは思わないんだけど取っとくとかね、そういった感覚で作ってくれたんで、だからなんていうのかな、まあ、チラシっていう言葉もそうなんだけど、その寺地夫婦を人を紹介するっていうスタンスでまず来ました。これですね、もうこっちが一応表面なんですけど、もう3分の2はもう寺地さん夫婦ドンで、裏面がやってることですね。でさっき言ったその潜入取材してた時に、やっぱりその新規のお客様っていうか新規のお客様の時ってやっぱなかなかそのお店のことが分かんないんですよね。そのどういうことやってるかとかお店の中とかで分かんなくて不安だから、また他を探す、でまた他を探すっていうのがあって、ああだったらとりあえずこれ、最初のインパクトとして人、あとお店、中っていうのをとりあえずもう紹介しようというふうにして、こういった形にしました。もうさっき言ったデザイン力ですね、このエプロンの、ね、縦線とこのバッグの縦線の、ね、色と線の太さを合わせてくれたりとかですね、もうその辺の細かいところがやっぱデザイナーさんの腕の出るところなんですよね。でここはもうデザイナーさん頑張ってもらって、で僕は僕でこの辺でこう寺地さんたちの良さを引き出して書いて文章に起こしたりとか、そんな感じでやってみました。でまあ、ちょっと問題というかクイズなんですけど、ここでまあまあ俗に言う一般的なチラシ、多分皆さんが見たことがあるであろう美容室のチラシに、必ず載ってる2つの情報がここには掲載されてません。
まあ、あえて掲載しなかった部分があるんだけど、それって何だろうかなっていう病気ですか。ここはもうちょっと引っ張りたかったんですよ。クイズ番組でですね、いや1問目から正解いっちゃう、であのスタジオ内がドヨーンとする、あのちゃんと考えてみましょうっていう時間もちょっと忘れてください。1回もう一回説明します。実はみんなあれが掲載されてません。全然 OK、全然 OK です。あ、でもね、それは一つなんですよ。で、もう一個あって、ここでまたポンってきたらすごいウケるんだけど、だからちょっとね、で、せっかくだから別に今、まあ休憩というか、なんかじろじろ見に来ていいので、まあ、あの見たい人がいたら見に来てもらって、俺現物も持ってきたんだよ、一応。だから写真撮るなりなんなりする人がいたら、ちょっとその5分間みんなで考えるっていうんで、じろじろ見に来てください。これが現物だな。ここいかに、いかにボケるかですからね。はい、ごめんなさい。大変だよ、ホスティング。ボケてますね。たまにやる、こういうことやるんですねって言われた。なんで？お客さん来て当たり前だ。たくさんしたってこれ寺地さんのお店を紹介してるだけだから。どんどん寺地さん大喜びですよこれ。確かに。これみんな分かってます。里村さんの娘さん。あ、そう宮城さん。そうそうそう近所だな。そうそうそう。里村さん。皆さん。知ってます。髪の毛伸びたんだ。お姉ちゃん知らなかったですね。これ前支部長の娘さんです。妹